大家好，我是釜山雅治，福山雅治です。どうも台湾の皆さん、お久しぶりです。今回はですね、9年ぶりに湯川学を演じて帰ってきました。このガリレオという映画。昔から、ね、皆さんと一緒にやってるスタッフ、そして柴咲コウさん、北村和さん、一緒に共演できてとても楽しかったです。沈黙のパレード、ガリレオシリーズの中でもですね、そうですね、最良の最新のガリレオこそが最良のガリレオだというふうに思っています。今までよりもさらに難しい難問を観客のあなたと一緒に解いていければと思っています。パレード9月23日から台湾で公開されますので、ぜひ劇場までお越しください。釜山雅治、柴崎幸、原班阵容再回归，东野圭吾最高杰作。浮上したのが初の感じだった。実に面白い。狂迈82亿，结局烧脑反转。9月23日，破案天才伽利略，沉默的游行。